はいどうも、ポンチです。今日は何も持っていない状態でできるスマートフォン等があれば行えるマジックまとめ第2弾です。お楽しみください。実演1から9までの間でお好きな数字を1つ決めていただきたいんですが、決めたら私見ませんので電卓に打ち込んでください。できました、ありがとうございます。そしたら分からなくしたいので大きな数字かけたいです。例えば15873とかかけてみてください。できました。そしたら今大きな数字出ましたね。じゃあこれにさらにかける7してください。そしたらまだイコールを押さないでください。ではゆっくりイコールを押してください。そうするとあなたの心に決めた数字が列になって現れます。はい、では解説していきます。電卓やスマートフォンを用意してください。そしたらまず1から9の中で好きな数字を心に決めてもらいます。例えば今回は9が決められたとします。そしたら大きな数字をかけてわからなくしたいんですがと言って、今パッと思いついた数字をなるべく言ったように見せかけはしますが、あらかじめかける数字は決まっております。その数字は15873です。覚えられないという方は語呂合わせ等を用いて覚えてください。大きな数字15873をかけてくださいと言います。15873をかけます。そしたら演者は振り向いてもいいですが、これ覚えてると思われる可能性もありますので、そのあたりはお好みで演じてください。そしたら次にラッキーセブンの7をかけてくださいと言います。かける7を押します。そしたらイコールはまだ押さないでと言います。ここで初めて演者は前を向いてもいいと思います。そしたらこの数字の出る部分を指で隠しながらイコールを押すと、先ほど心に決めた数字がこのように列になって出現します。別に演出は何でもいいと思います。指で隠して示さなくてもいいと思います。1から9までの数字に15873をかけてかける7をすれば必ずこうなるんですが、最初に7を決められた時だけ若干微妙な感じになってしまいます。7かける15873をすると全部1が出てきてしまいます。この後にかける7を行うわけですので、出てきたとしてもそれはそうだよなと思われます。なので一つの解決策としては、一番選ばれやすい数字はね7なんですよ。だから7以外の1から9までの数字で心に一つ決めて押してください。このようなセリフ回しにすれば7を回避することはできます。その他にかける順序を入れ替えたとしても同じように導き出せます。例えば8が選ばれました、かける7してくださいと言います。では分からなくなるように大きな数字をかけます。15873、そしてイコールを押さないようにしておきます。適当な数字を打ち込んでごまかしたような演出です。そしたら電卓やスマートフォンを回収しながらひっくり返すときにこちらイコールを押します。そうすると8が出現しますので、このように伏せながら8であることを確認することができます。このような伏せる動きでなくても様々なやり方が考えられると思います。その場合は最初に心に決めた数字を当てるという演出になります。凝ってやりたいという方はこのようにやってもいいと思いますが、最初のやり方でも全然面白い演出だと思います。数字さえ間違えなければ誰でもできますので、ぜひやってみてください。実演予言です。ではお好きな3桁こちらに書いていただきたいんですが、1の位と100の位だけ数字別々になるようにして書いてください。はい、ありがとうございます。そしたらその数字を逆さまにしていただきたいんですが、123とかの場合は321にしてください。それを下に書いてください。はい、ありがとうございます。では上の数字から下の数字を引いてください。マイナスが出た場合も気にせず、マイナス考えずに書いてください。そしたらもう一度そちらの数字を逆さまにして下に書いてください。では今出た2つの数字を足してください。1つの数字が導き出されました。あらかじめ最初に予言を出しておきました。この予言が見事こちらの数字と一致します。あ、ちなみにこちらの予言も逆さまでした。はい、では解説していきます。数字の原理によりこちらの数字が導き出されるというものです。で、この数字をたまたま逆さまにしてもなんか数字に見えるというので、サッカートリック風の演出が行えるというものです。この数字の書き方としては、あまり癖を出さずに丸みを帯びた感じでどちらでも通用するような風に書いてください。これをあらかじめ見せておいてもいいですし、伏せておいても構いません。何も持っていなくても紙さえあればその場で予言を書いてこのマジックを行うことができます。ただスマートフォンや電卓を持っていた方が計算
算ミスは防げるとは思います。まずお好みの3桁をこちらに書いてくださいと言います。円弱書いてもいいと思います。このマジックは円弱が後ろを向いている状態でもできますが、別に見ている状態でもあらかじめ予言がありますので全く問題はありません。そしたら好きな3桁書いてもらうんですが、1の位と100の位だけ数字別々になるようにしてくださいと言って書いてもらいます。言うまでもなく同じ数字だったらできません。今回は357と書かれたとします。そしたらその数字を逆さまにして下に書いてくださいと言います。演者が後ろを向いている状態だったらしっかり書き方を説明しないとむちゃくちゃになってしまいますので、慣れないうちは演者が自ら書き込んだ方が楽だとは思います。逆さまの数字753が書かれました。上の数字から下の数字を引いてくださいと言います。今回の場合は下の数字の方がでかいのでマイナスになります。マイナス396という数字が出ます。そしたらここでマイナスが出たとしてもマイナスは考えないで3桁の数字を書いてくださいと言います。そしたら次に導き出された3桁をさらに逆さまにして書いてくださいと言います。そうすると693になります。でこの396と693を足してくださいと言います。そうすると1089という数字になります。先ほどの例外を除いたどのような3桁でもこのような数字が導き出されます。もし導き出された数字が全然違うものだったら結構めんどくさいので頑張ってください。こちらに予言がありましたと言ってこのように見せます。そうするとお客様は一瞬違くねと思います。勘のいい方はちょっと見た後にあそういうことねと気づきます。大勢の前でやる場合はこのままずっとフリーズしててもいいと思います。気づいてる方気づいてない方いると思いますが、あこれも実は逆さまなんですと示して演技終了です。結構計算がめんどくさいですがかなり有名な数理トリックです。サッカートリック風の演出が好きな方はぜひやってみてください。実演予言です。今からお好みの4桁打ち込んでいただきたいんですが、ゾロ目だけはやめてください。例えば1234と打たれたとしたら、今度は一応クリアをして並べ替えます。大きい順に並べ替えてください。今回の場合は4321ですね。そしたらマイナスをして今度は小さい順に並べ替えた数を引いてください。今回の場合は1234を引きます。そうするとまた4桁が出ます。これをどんどん繰り返していってください。あるところでこれ以上計算できなくなるところあると思いますので、どんどん計算していってください。お願いします。はい、じゃあ4桁打ってください。はい、ありがとうございます。そしたら大きい順に並べ替えてください。今回の場合は6642ですね。6642。そしたらマイナスをしていただいて、小さい順から引いていきます。2466はこのようになります。そしたら大きい順にまた並べ替えます。今回の場合は7641ですね。7641引く1467はこのようになります。6174ですね。もう一度並べ替えます。7641になりますね。はい、7641引く次は1467ですね。1467はあ、さっきと同じですね。これが今ループされている状態ですね。最初に予言を出しておきました。そしてこの予言が6174でございます。はい、では解説していきます。これも数字の原理を利用したトリックなんですが、マジックとしてやるとちょっと現象が弱いかなと思いますので、ゲームとか雑学的な感じでやるのがいいかとは思います。実演の通りにやっていけば必ずこの数字になるというものなんですが、例えば2人のお客様にやってもらって先にどちらがゴールできるか競うという演出も一応ありかとは思います。今回の実演の場合ですと一応ちょっと複雑な計算ですので、最初にデモンストレーションを入れておいた方がいいかなとは思います。一緒にやっていっても問題ありません。適当な4桁を打ち込んでもらいます。そしたら大きい順番に並べ替えてくださいと言います。ここでちゃんと覚えてもらわないとダメですね。8764です。小さい数字から引いていきます。4678です。そうすると4桁出ました。今度は8640です。引く468ですね。今度は8721引く1278です。実演では最初の段階でさっさと導き出せるような数字をあえて選んでおりますが、今回のようになかなかここまでたどり着かない場合もあります。なので数字によってはかなり疲れます。今回は長くなってしまいますのでやりませんが、各自で試してみてください。必ずこの数字に行き着くはずです。ちょっと全てのパターンを試したわけではないので必ずこの数字になるはずなんですけれども、もしならない数でループするようなことがあればぜひ教えてください。かなり演じにくいですし、場合によっては非常にだれるんですが、知っていて損はないかなと思います。実演ゾロ目以外であれば何でも構いませんので、お好きな4桁を書き込んでください。はい、ありがとうございます。ではその4桁をお好きな順番に数字並べ替えてください。それを下に書いてください。はい、ありがとうございます。そしたらですね、引き算を行ってください。上の数字から下の数字を引いてください。マイナスになっても構いません。
はい、ありがとうございます。数字が出たと思います。マイナスは無視していただいて、そちら最終的に出た4桁のうちどれでもいいです。お好きな数字に丸で囲んでください。はい、ありがとうございます。ではですね、丸で囲んだ以外の数字をどのような順番でもいいので私に教えてください。8、2、1、ありがとうございます。私には何の情報もありません。最初の数字も知りません。あなたが丸で囲んだ数字は7ですね。はい、では解説していきます。演者はずっと後ろを向いている状態で行います。少ない情報量でお客様の思った数字を当てますので結構不思議かと思います。今回は紙に書いておりますが、紙がなくてもスマートフォンや電卓だけあれば行うこともできます。まずお客様に何でも構いませんのでお好きな4桁を書いてもらいます。説明しなさすぎるとお客様書き方わからないと思いますので多少は説明した方がいいかと思います。そしたらその下に数字お好きに並び替えて書いてくださいと言います。なのでゾロ目だったり全く並べ替えられない状態だと計算できませんのでそのように言ってください。今回はこのように並べ替えて、このようにマイナス1782という数字が出ました。マイナスが出た場合でもマイナスは無視してくださいと言います。今導き出された4桁、場合によっては3桁の可能性もありますので4桁か3桁の数字が出ていると思います。その中の一つの数字を丸で囲ってくださいと言います。紙に書かない場合は心に決めてくださいと言います。今回は7が選ばれました。そしたらどのように7を導き出すかということなんですが、丸で囲った以外の数字をどのような順番でもいいので読み上げてくださいと言います。1、8、2と言われます。ここで頭の中で足し算を行っていきます。1たす8たす2は11です。この11をある数字で引きます。その数字は9の倍数の数字です。9か18、27このあたりで収まると思います。足した数字より大きい数字を使います。今回足した数は11ですので9ではなく1つ上の18を使います。27ではなくて1つ上の大きさの18を使います。そして18から11を引きます。そうすると7という数字が出ます。この7という数字が丸で囲まれた数字であるというものになります。例えば7ではなくて8が選ばれたとします。そうすると1たす7たす2は10です。同様に18から10を引くと8という数字が導き出されます。そしてこれなんですけれども、足した数がちょうど9、18、27ぐらいになった場合はお客様の心に決めた数字は0か9になります。他に導き出す方法はあるかもしれませんが、例えば先に0は選ばないでくださいと言ったり、0と9二択ですので心に唱えてください。例えば9、9、9っていう感じで唱えてください。このようなセリフを入れて相手の反応を見て0か9か見極めます。いろいろ試して0選ばれた時と9選ばれた時はおそらく一緒だと思いますので、このような解決策を取ればいいと思います。結構頭の中で行う計算がややこしいですが不思議に見えるものだと思いますのでぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。中にはこれちょっと微妙だなとか演じる機会ないよと思うマジックもあるかと思います。ただ物知りな方はモテますし人が集まってきます。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。